こんにちはいいつもも波波動動チャンンンネルルをごご覧いただきどううありがとうございます波動コンサルタントの「です、えー、この波動チャンネル」ではこちらの「波動が変わるあなたが変わる人生が変わる」の中で解説が必要な部分の解説であるとかご質問にお答えをしているんですけれども今日はですねちょっとあのよく聞かれるお話がありますのでそれをちょっと取っとこうかなと思いまして、えー、またこれとはちょっと離れるんですけれども参考にしていただければいいと思うんですが何かというとあの僕はよく実現したいことがあるんです なら実現したいことを実現している人と同じ時間を過ごす実現したいことを実現している人とと同じ時間を過ごすといいですよということをお話しするんですがそうするとですねあの質問があるのは「あの人はどうですか?」とか「あの人は本物ですか?」とかあっていうお話をよくされるんですよね。なのでそれに対してのちょっと僕の考え方をお伝えしておこうかなとまあ本物,論本物論っていうのは気にしなくていいっていう。 お話にななるかなと思うんですすが、えー、そんななお話をちょっととしようかなと思いますで、えー、このチャンネルではそういった、えー、この解説であるとか波動の使い方であるとかご質問にお答えをしたりあと波動だけじゃなくてメンタルのこととかお金自己実現、えー、自分が自分らしい人生を実現するのに必要な知恵などそういったことをお伝えをしておりますのでもしよろしければあチャンネル登録していただければと思います。でえー、本物論 気にしななくていいといととうお話なんですがえー、とねそういった「あの人どうですか?」と聞いてくださる方がよく陥ってるのがだいいたえっ、ー、とここをねあ違う見てるというかこれがいいと思われてるんですよね成人君子みたいな人成人君子みたいな人が。あ 素晴らしいとでこうあるべきだと思っていらっしゃることが多いですで、えー、例えば誰にでも優しいとか困ってる人がいたら手を差し伸べるとか、えー、と愛にあふれてるとか、えー、お金にきれいであるとか、えー、となんだ質素に暮らしてるとかね、えーまあ、そういったあことを思ってる方が多いんですが正直言って僕はあの出会ったことないです。 出会ったことは僕ももちろんいろんな素晴らしい方に支持をしてきましたで、えー、素晴らしい方々に可愛がってもらってきましたし今もあの可愛がっていただいてるんですがあ本当はありがたいなと思うんですがじゃあ,あ皆さんがあの成人君子のようなあみんなが思う,う成人君子のような人かというと全然そんなことはない ですよねでないですけどあのいろんなことを学ばせていただいてますし、えー、いろんな気づきを与えてきてもらいましたで、えー、知っておくというのはもうこういう人はいないっていうことですでこれになれない自分をジャッジしてる人もたくさんいる自分で自分のことをで、えー、思っておくというのはもうこれ無理なので、えー、無理だとでそれはもう絵に描いた餅なんだって知っておかれるといいかなと思います。で えー、どんな人も,もうマイナスな部分って必ずあるんですよねマイナスな部分は必ずあるって、えー、知っておかれるといいし、えー、いい部分いつもお伝えしてますがあどんな人もいい部分と悪い部分って絶対あるのでそれが人ですので、えー、そこを 必ずあるんだと思思っかかれるととといいかなと思いなますあ,とあの人を判断人判断ってまあジャッジみたいな、ね、ちょっと嫌な言葉ですけどあの例えば「あの人どうですか?」とか「この人本物ですか?」って聞かれる時に多くの人がねやっぱお金に対しての「 価値観というかお金に対しての罪悪感で,言うとであったりとかそういうのが反映されている方が多いんですよねなのでそこも自分自身の価値観なので例えばどういうことかというと例えばえとそうだなスピ,リスピリチュアルな世界で言うとスピリ,スピリチュアルな世界 YouTube の世界で言うとスピリチュアルなことをお伝えするのは無償でするみたいな。 あーのが素晴らしいと思われている人がいるんですよねお金を稼がないことが素晴らしいとでもそれは えとその人それぞれの価値基準ですので,で、えー、お金を稼がないことは素晴らしいというのは全然そんなことはないのであのそこの勘違いはされない方がいいかなと。でちょっと困っているのが僕は YouTube で、えー、と広告をつけてないんですよねつまり YouTube で収益は上げてないんですけどこれはあだから桑名さんいい人って思われたり言われたりするんですけどこれは大きな間違いであのここは僕のお金の稼ぎ方の考え方 あをお適用させてるだけなんです何かというと僕はあのだ波動コンサルタントですのであの誰かのお問題解決をしたり誰かの相談にお答えをしたり、えー、誰かがあをサポートさせてもらってこの方が幸せになったりとかこの相手がいてこのいろんな方の問題解決をすることでお金をいただくっていうことをお やってるんですけれども。お 広告収入っってて僕にとっては誰が喜んだか分かんない誰があーなんだろう人生が変わったか分かんないですしこの人たちが払ってるわけではなくて別の人からえいただくわけなんですよね広告主というか。で僕はそういうこの人たちからいただくことをあの仕事にしてるんですが全然別の実態のないところからあの入ってくるお金は受け取らないって決めてるだけなんです。 広告つけてないからいい人とかそれで稼ごうとしてないからいい人ではなくてこっちでちゃんと、えー、ビジネスとしてお金稼いでますしいただいてますので,で、えー、そういうポリシーがあってやってるのでいい人でも何でもなくてあのこれはちゃんとなりわいっていうのがあるから。 やってますしこっちにもちゃんとつながってるので、えー、YouTube もやってるので、えー、スピリチュアルなことをしてお金を得てないから素晴らしい人これもまたおかしな話なのでそこは、えー、その人が本物かどうかっていうよりも自分のお金に対する価値基準そこがあの反映してるので、えー、その判断っていうのはちょっとやめた方がいいかなと思います。で、えー、とどんな素晴らしい人も悪い部分はあります。 えー、ダメな部分もあればあできない部分もあったりしてでそこが見えた時に、えー、こんな人だとは思わなかったって言って離れる人もいらっしゃるんですけど、あのー、ここの部分があって当然なんですよねで、えー、すごく大事なのはダメな部分が見えた時にこの人は本物じゃないってジャッジするんではなくて、えー、そこが見えた時にこんな人だとは思わなかったって、えー、思っても全然いいです。 えー、その人を判断してもいいんですけど本物じゃないっていう判断ではなくて好き嫌いの問題なのでこういう部分がある人は僕はちょっと、あのー、好きではないので距離を置こうとか、えー、本物かどうかをジャッジするんではなくて好き嫌いでいいかなっていうのはよく思います。 いいですかねなのであの人の言ってること間違ってるよっていうのはこれまたおかしな話で、えー、このいい話を聞いたりとかいいメソッドを提供してもらって幸せになってる人たちもたくさんいるんであればそれはたくさん幸せになられた人にとってはこの人は本物ですし。 なのであんまりこっちの悪い部分で、えー、と取り出してこの全体を批判するっていうよりも全体が本物じゃないっていうよりも好き嫌いで思っておかれるといいんじゃないかなと思います。それと2つ目ですが、えーとまあ、1つ目は「成人君主はいない」ということを知っておくことですね。で2つ目は自分の範囲でしか理解できないですよね。 どういうことかっていうと自分よりも多くの人に貢献している人であるとか自分よりもいろんなことを実現している人であるとか自分よりもいろんなことを経験してこられた人とか自分よりもたくさんの,あの事例を持ってたりたくさんのスキルを持ってたりとかあそういう人たちって自分よりもある意味ステージが上の人になってくるんですけれども、えー、自分よりもおいろんなことを実現していってる人っていうのは えー、自分が理解できる範囲の外側の部分も持ってるんですよねで僕たちは自分の価値基準とか自分の人生経験の中でしか人を判断することはできないです。 自分の価値基準であるとか自分の人生経験の中でしかあ人を判断することはできないんですが人生経験豊富な人であるとかいろんなことを実現している人とか自分が実現したいことを実現している人はあのここの部分自分がここだとしたらこれぐらいの範囲の価値基準や人生経験を持っているんですよね。でえ っって思って思おくことです僕も今もあの師匠がいますが僕はずっとあの認識認識というか心がけてるのはこの人は僕にはわからないことを分かってるって思ってます。っていうことを僕は常に認識している認識するように。 ててますし心がけてるんで,すよ、ね、でその自分にはわからないところにえっ、ー、と実現したいことを実現する秘訣がありますので、えー、そういうふうに捉えるようにしてます。なので、えー、人をジャッジする時人を判断する時っていうのは自分の判断でしか理解できない。で、えー、自分よりもいろんなことを実現している人であるとか自分が実現したいことを実現している人っていうのは自分の範囲の外側のもの いいも悪いも範囲の外側のものを持っているって思っておかれるといいかなと思います特に悪い部分がで見えたときに、えー、どう大事なのは先ほどの話に戻るんですがここが見えたときに、えー、この人は偽物って判断するんではなくてここが見えたときに、えー、そこで、えー、好き嫌いでいいのでああ合わないなと思ったら離れたらいいですしあのー ここもあこういう部分あるんだって受け入れることができるんであればあのいいかなと思います。なのでここで判断しないということはすごく大事かなと思うそれと3つ目、えー、本物でなくとも学べることあるっていうのとあといきなりラスボスというかいきなりすごい人に到達する出会えるわけがないので、えー、まあ あの何かしらでご縁があって自分はこんなにあのこの人と今の自分はこんなにステージが離れてるんであれば何かしらご縁があってえこの人の一番最高のサービスを受けたとしたらあの時間を共有することはできますがなかなかあの遠い人とは会えないのでえもっと なんていうのかな、事実つなぎになってますので、でここだけが本物だとしても、ここに至る人たちを通っていくとここに繋がるっていう感じで思っておくといいかなと。いきなりここに到達するわけではないですよね。で今の自己自分の自己実現度がここで。 最終的に目指したいことがこここであってでこの間の人からも学べることっていうのはたくさんありますので、えー、この間の人が本物かどうかっていうことをこれまた判断する必要はなくて、えー、自分よりも自己実現度が高い人自分よりもいろんなことを経験されている人があいるんであればあその人の考え方とかその人の価値観とかその人の行動哲学とかっていうのは参考にされるといいかなと。 でこの間,間にいるいらっしゃる人たちを参考にしてさせてもらって自分の自己実現度を上げていくとここには到達しますのであ,のあんまりここの人が本物かどうかということをなんだろうジャッジするよりも今よりも今の自分よりも実現しているこの人は何があどういう考え方をしててどういう行動をしてるのかなっていうことを学ばせてもらう。で こここに行くとといいいうことをされるといいかなと思いますなのでいきなりラスボスに、えー、到達することはないですし本物でなくとも学べることはたくさんあるんだということを認識しておかれるといいんじゃないかなと思います。で、えー、まあそういうことを認識しながら自分が実現したいことを実現している人そういう人たちとより 時間を共有して、えー、自分自身が実現したい人生であるとか。実現したい幸せであるとかっていうことを。意識されると、まあ、それを実現するように意識されるといいかなと思います。それと、あのー。そうそう、えっ、ー、とね、えー、実現したいことって、本当何でもいいので、えー。自分に貪欲に、貪欲にこういうことはいいとか、こういうことは悪いとか、あんまりジャッジしない方がいいです。で、いろんなことを実現している人っていうのは、あーのー、結構。 自分の欲求に素直な人たちですのでこの欲求を自分でジャッジしてるといろんなことが見えなくなってしまいますので、えー、自分の欲求ということをまずうー認めてそれを実現してもいいんだって自分に思ってあげることも同時に大事かなと思いますので。 是非参考にしていただければと思います。えー、今日の YouTube の動画は本物のっていうお話をお伝えをしました。もし、えー、参考になったらチャンネル登録といいね、高評価ボタンを押していただければと思いますし、えー、お友達で必要な方がいらっしゃれば是非、えー、シェアいただければと思います。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。